ロッキード・マーティンはアメリカ合衆国の航空機、宇宙船の開発製造会社。1995年にロッキード社とマーティン・マリエッタ社が合併して現在のロッキード・マーティン社が生まれた。このようなゆえんで社のロゴは旧マーティン・マリエッタの初代と旧ロッキードの星を組み合わせたものとなっている。ロッキード・マーティンはボーイング・ベシステムズ ノースロップグラマン、ジェネラルダイナミクス、レーセオンなどと共に世界の主要な軍事企業である。ストックホルム国際平和研究所が発行するシプリンヤーブックによると軍事部門の売上高の世界ランキングは1998年は1位、1999年は1位、2000年は1位、2001年は2位、2002年は2位、年2位2003年は1位、 2004年は2位、2005年は2位、2006年は2位、2007年は3位、2008年は2位、2009年は1位、2010年は1位である。2020年現在で世界の最新エーステルス戦闘機である回 -22 や回 -35 の開発、製造を行っていることで有名である。極秘先進技術設計チームスカンクアークスが 多数の傑作軍用機を生み出したことでも有名である。日本語ではロッキード・マーチンと表記されることもある。1994年3月からロッキード社とマーティン・マリエッタ社の間で合併交渉が開始された。両社の株主総会において合併が承認され、1995年3月15日にロッキード・マーティン社が誕生した。 合併においてロッキードに残された事業は、現在の L-3 コミュニケーションズとなっている。1998年に新たな航空機開発に力を入れるため、それまで行ってきたノースロップグラマンとの合併交渉を中止した。2015年11月6日付にて、複合企業、ユナイテッドテクノロジーズの一部門であったシコルスキーエアクラフトが参加となった。 合併前のロッキード時代には旅客機の開発も行っていたが2012年度の決算では売上高や営業利益の大部分は戦闘機、軍用輸送機、人工衛星、ミサイルスペースシャトルなどのアメリカ国防総省やアメリカ航空宇宙局からの受注契約である。2010年度の売上の78%は軍需である。合併後も 海 -22 ラプターや海 -35 ライトニング2が各国軍により採用されている。20世紀後半以降は海軍の装備開発にも積極的に乗り出しており、イージュスシステムや各種艦載ミサイル及びその VLS 等を提供している。日本のスカパー、E2 などが利用している通信衛星のエノザット -110 もロッキード・マーティンが製造した。 ここでは、ロッキードとマーティンの合併後も生産が続いたものを取り上げる。軍用機、原ロッキードマーティン射精回マイナス35、A 級ロッキード射精 SR-71、B 民間機級ロッキード射精ロッキードトライスター、原ロッキードマーティン射精級ロッキード射精、原ロッキードマーティン射精、THAAD ミサイルランチャー級ロッキード射精、トライデント2級マーティンマリエッタ射精、 ありがとうございます。